こだ家は新潟市マリンピア日本海にお出かけ中。こんなに可愛い生き物たちも地球温暖化で絶滅にまで追い込まれていたりするんですよね。絶滅？南極やグリーンランドの氷が溶けてしまうと、そこに住んでいる生き物たちが暮らせなくなっちゃいます。ペンギンやアザラシ、ホッキョクグマなどは卵を産んだり育てる場所がなくなるそうです。あんなに可愛い生き物たちが。海水の温度が変わることで海の生物の住処も変動するため、多くの生物が餌を取れなくなってしまうらしいんです。それって人間のせいじゃないの？水温25度から30度の海でしか生きることができないサンゴは、海水の温度が上がると死んでしまいます。サンゴ礁を住処としている他の生き物も死んでしまうかもしれないんです。綺麗な海を守らなきゃね。